こういう古い人だと絶対行かないんですよね。だからここ無視して自分ので、彼は待っててくれてるの。待ってる、ほら、ね、やってこない。で本当だったらボカってこうやって引っ張り込んでこうやってこうやっちゃうんだけど、待っててくれてるから、こう古い人はね。そしてこう自分が安定してこうで、こうね、関係ない。そうじゃある。ああ、そういうこと。待ってくれ。待って。で、それで、こう自分の姿勢を正して、で、自分の姿勢を正して、こっち見てないのね。こう、普通、ここ感じてる。感じてるのはすごい大事だから。まあ、そういう、自分の姿勢が正しいっていうことと、感じてるってことと、向こう、ね、こう感じてる。で、そういうことだと思ってみましょう。姿勢ってのはすごく大事なんですよ。こう傾いちゃったらここしか行けないの。傾いちゃったらこっちね。だから姿勢っていうのは自分がフレキシブルに動くっていう、そういういつでもいつでもこう感じてるからこう手くるんだよね。こう手くる、手感じてる。で姿勢まっすぐで、まっすぐでこう寄っかかっちゃダメ。自立してるっていうのは一番大事だから。自立してるの。自立、こう、手見てんだよね。ああ、やばいなって、こういうふうに、こういうふうに。で、姿勢がちゃんとしてれば、こういうふうにまとめてきて、こういうふうに出せるのね。で、姿勢が曲がってると、出せないんだよ、これ。だから姿勢がこういうふうにまっすぐ、まっすぐ。そして足が自由。足も自由だし、この、姿勢っていうのはすごく大事だから、姿勢を正すにはどうしたらいいかっていうのを考えながらやってほしいんですよ。傾いちゃってる人もいるんだけどね。こうやって腰曲がっちゃって、こう。じゃなくて、姿勢を正しくするにはどうして、僕がね、姿勢悪い、お前姿勢悪いよって言われてたんだけど、姿勢を直すにはどうしたらいいのか分かんなかったんですよ。だけど、少しずつ、なんていうのかな、合気道やってると姿勢が治ってきて、こうね、どういうふうにしたらいいかっていうのを考えなきゃいけないの。こうやって曲がってたら考えなきゃいけないの。あ、こう曲がってるな、じゃあ少しこういうふうに普通に思ってた方がいいなっていうふうに考えてほしいんですよね。で、上とか下もやるんだけど、上とか下やるときも姿勢が自分が大事。こう曲がらないの。こう、そして足が自由。そしてこういうふうに。こういうふうに足が自由、どこでも行ける、足がどこでも行ける、姿勢もまっすぐ。そうするとね、こう後ろも入れるの。後ろをこういうふうに、こういうふうに、こういうふうに、これ下にやってるだけね。彼の方見てないの。彼の方見て、こうやってやっつけてやってないの。こうやってやって、姿勢、これね、姿勢が大事ですから。じゃあ上と下やってみましょう。どうぞ。自分が相手とこうやって競うとダメなんだよね。で、僕が考えてるのは自分のことしか考えてないの。相手がどうこうなって関係ないので、自分のことだけ考えて、自分の姿勢だけ考えてるの。自分、相手が倒れてきても関係ないの。自分で踊り踊ってるのと同じ。自分でこうやって踊り踊ってるのと同じ。だから、たまたま相手がいたの。たまたま相手がいて、こういうふうに来て、たまたま足が自由。そして、自分、関係ないよね、彼ね。関係ないっていうふうにやってんだよね。じゃないと相手がうまくとか、こう来るんだからね。だから、自分がいい位置にいて、ここ関係ねえよって思ってんの。関係ないの。彼がギュッと持ってこようと、持ってこん前と関係ないの。自分が姿勢が良くて、そしてこういうふうに足が自由で、こういうふうに入ってくれば自然と倒れるんだよ。自然と倒れたようにしたいの。僕がこうやって彼のことをね、かっ倒したいんじゃないんだよ。僕が姿勢がいいから自然と倒れちゃったの。僕が倒してんじゃないの。彼が倒れちゃったの。そういうふうにやってほしいんだよ。で、
傾かないとか、あの感づいたろとか言ってたんだけど、感づいてないとやられちゃうからね。彼も考えてんだから。だから自分が姿勢が良くて、こうね、あの姿勢が良くて自立してるってこと。彼は関係ないから、彼がうまく受け身取ろうが取らまいが関係ないの。関係なくて自分だけ、自分のことだけ大事。そういうことでいろんな差があるんだよね。あの競い合ってやってる人が多いけど、こうやって競わないことなの。競わないでこういうふうに自分が安定してる、そういうことなの。そういうことでこういうね、裏足が自由だから、足が自由だからこういうふうに来て裏に入ってくればこういうふうに。彼が勝手に倒れたの、僕が投げてんじゃないの。彼が勝手にでいい位置入って、そしてこういうふうに来れば倒れちゃうんだよね。彼を倒そうと思ったらオフになっちゃうの。だから自分がいい位置に入って、そしてこうで下から上に落ちる、それだけなんだよ。だからそういうことを意図してっていうかな、そういうことを考えて、そういうふうにするにはどうしたらいいか、自分が自立してちゃんと形守ってね、あの四方投げの形を守って、こう四方投げの形を守って四角に入って、で下に落とす、それだけしかやってないんだから。敵と戦うことをやってたらずっとそれやってるの。だから自分の姿勢を守る、形を守る、そういう形ね。それでやってほしいんですよ。じゃあ塩投げからやってみましょう。どうぞ。それと相手が教えてくれるってこと。相手が、彼が僕のことを教えてくれるの。こういうふうに入ってくればこう来ちゃうんだよね。だからこの手は伸ばさなきゃいけない、この四角に入んなきゃいけないってこう思ってんの。じゃないと来ちゃうから彼が教えてくれてんので、ここ来ちゃったらやばいんだよね、やられちゃうんだよね、殺されちゃうんだよね。殺されちゃったら嫌だから、この手でこの手を受けてこう来ないようにしてんの。そしてこの線に出てるの。そして四角、この時はそれで落としてるの。だから彼が教えてくれるってこと。こういう風に入ってやられちゃうんだよ。だからこの線でこの線を見てるの。そうするとあのね、本当は種目だとか、こういう風に足表、この手を効かせないためにこういう足を使って、で腰をこういう風に向けてこういう風に入りましょうねとかってんだけど、僕はそういうことは言ってないんですよ、細かいことは。で何しろ四角取ってこっち入りたいんだったら、このままこういうふうに入ってくれば四角をずっと取り続けることになるのね。一瞬たりともいないの。表だったらこういうふうに上がってきてればこういうふうに、あの一瞬たりとも彼のもらっちゃったら終わりなんだから、もう死んじゃって終わり。いくらうまくやったってダメだから、死なないようにやってんの。それを教えてくれてんの、彼がね。だから自分の姿勢が大事だとかそういうこと言ってんだけど、一つ一つ来たんだから待ってりゃ。だから待たないで来たその時四角入ってるの。四角、それでこういうふうにね、例えばいや何だこうやって入ってきたら、こういうふうに入ってきてもいいよ。そしたら、あの、そしたらね、入り身投げなの。まあ、こう持ってきてもいい。それから、こう持ってきてもいい。で、四角。で、この手、やばい。腰も返してくるんだから、こうやって来たら、まあ、やられちゃうの。だから、この手は伸ばしてなきゃいけない。その間に自分がこっち入ってきた。そして、下、へそに落としてきた。それで、待ってれば来るんだよ。やられちゃうんだよ。だから四角に入ってんの。ずっと四角に入り続けてるの。四角に入り続けてんだよ。じゃなかったらやられちゃうんだから。やられない位置にいるの。いつも常に。だから相手が受け身がよかろうか悪かろうか関係ないの。何しろ
いろいろ教えてくれるんだけど、彼はね教えてくれ、僕に教えてくれるんだけど、それを吸収してってかな、それが分かってやりづれえやつだなこいつっていうの方がいいの、逆にやりづれえやつだこいつ、この野郎なんだよって思ってた方が自分の勉強にはなるからね。あのそういう人とたくさん稽古して、まあ、やってほしいってこと。それでまあいいや、じゃあこうね、後ろ通ってくると、こう入り身投げ、足自由でしょ、足自由ね、足自由にして、こっちそして音落ちて、それから入ってきてこういうね、そういう形ね、それで入り身投げっていう形があるから、じゃあちょっとやってみようかな、入り身投げ。じゃあ今の技をね、僕にやってもらう、彼にやってもらうんだけど、あのね、まあいいや、じゃあやってもらって、こう反撃が来るの、必ず。あの我々は上手くないから、あっていうのはプロじゃないんだから、上手く、彼もプロじゃない、僕もプロじゃない、だから上手くないくて当たり前で、失敗するのは当たり前で、そういうふうに思ってやってんので、こうに来て失敗したらこう足下げてくればこういうふうにできるよとかね、それからこう来たらこういうふうに入ってくればできるよとか、返し技っていろいろあるのね。で、うまくなくて当たり前なんだから、でもそこの一つ一つはここで落としちゃったら彼この手があるとかいろいろ考えてるんでしょ。だからこの手に行かないで自分が安心して後ろ通って、そしてこの手を押さえてんだよ、こっち回ってきたらやられちゃうんだから、だから押さえてんの。そして自分が回ってきてこういうふうに上がってきて彼が倒れたっていうふうにやりたいわけ。あの返し技はいろいろあるからね、あのだからこういうふうにやって近くてこうやったらやられちゃうんだよ。でもこれね、やられちゃうと、こう待ってきたらやられちゃうんだよ、これが来たらやられちゃうんだよ。だからそういうことを考え、そういういろんなことがあるから、まあ形をいろいろやってその学びがあるんだけど、あのそういうなんていうの、自分のそのイメージっていうかな、そういうあの こうやってやればこういうふうにいくよっていう、あのイメージがないとね、イメージがない、ただ漫然とこうやってやってんじゃないので、下に自分の中に入れて、今回は自分の中に入れてこようと、そして後ろに入ってこようとか、そういうことを思ってないとね、あのうまくないんだから、あの我々はね、だからそういうこと、こう、うまくいかないんだよ。でもこういうふうに来た時にこういうふうに取ってきて、そして外して自分が後ろに入って中に入れてきて、そしてこういうふうに上がってくればうまくいくなとか、いろんなことを思ってやってるってことね。そういうふうにやらないと、漫然とやらないってことで、一つ一つあの相手なんだから、相手ってのはすごく大事ね、怪我させないようにうまくやるってことね。じゃあこうしたら近く通って、今こういうふうにやりましたけど、これがこういうふうに近く通ってこういうふうに膝来るよね、そしたらここそういう形だと一応はできます。こういうふうに来て、こうに来たで、今はこっち入ったんだけど、これがこういうふうに来るから、来てこういうふうに来てね、そしたらこのままこういうふうに下げてきてもいいし、この膝のところにこういうふうに入ってきてもいい、そしてこういうこういうふうに入ってくると、こういうふうに入ってくるとこう来るんだね、こういうふうに来てもいい、そのまま裏こういうふうに来てこう来た、そしたらこうに入ってきてもいい、こう
ね、そしてこういうふうに切ってもいいと一挙ができるから、あの返し技みたいだけど、このこういう形、そういう形で、じゃあちょっと一挙形やってみよう。お、あの今みたいな、人によってやり方違う。人によってね、じゃあ例えば僕がこういうふうに言ったでしょ、そしたらこう言ってこの手待ってんの、ほら待ってんの、これパーって言って、そしてこっち来たの、こっち来てこっち入ったの、そうするとやられちゃってんだよ、俺、僕はやられちゃってんので、こういうふうに来るか、例えばこういうふうにこうやってこう後ろそらね、いろいろそう足を下げて、そうするとね、あのなんていうのかな、いろんな方法があるんだけど、あの稽古の方法としてはね、こういうふうに来てそれでほらそしたらここに競わないでこっちから回ってくるか、そう回ってくるか、これ表だよね、で裏だったらこっち入って、そうそしたらいなくなって僕は倒れちゃったって、そういう風にやってるのね。だからこれを来るだろうと思って俺がこう、いや先にやってんじゃないの、彼が待ってるってこと、こういう風に来ていい位置で待ってるってこと、こうやって待ってるの、そうすると来るのこのままいたらやられちゃうから、こういう風に下がってやってるってこと、そういうことだからね。でいろんな形ありますけど、あの片手持って正面打ち、これが普通の一挙の形だから、こう上がってきた時にこの線、それからこの線2つ外さなきゃいけないの、あのこっちに外れるかこっちに外れるかどっちかじゃないとやられちゃうから攻撃の形だから、これね、ここにいたらやられちゃうの、だからこっちずれるかこの2つあるの、そしてこう来たらこうあったら足自由にすればこういう塩投げ、それからこう来てこっちへずれて、もしくはこっちへずれて来てもいいんだけど、この手があるんだよね、この手さばかなきゃいけない、この手どうにか処理しなきゃいけない、でこっち来てればこういうふうにほらこの手を使ってこの手を防ぐってことはできるので、こっち来てたらやばいのこれだからこの手に行っちゃったらやばいの、だからこういうふうに出してるの、こういうふうに出してきたらこの手あるんだよね、待ってこういうふうに来てこういうふうに来たらこの手あるんだよね、だからこういうふうに来た時に距離が離れてれば届かないの、こういうふうに入ってきた時は届かない位置でこういうふうになってる、届かない位置ね、こう来た時届かない、そしてこういうふうに入ってる位置ね、それが大事なんだよね、まあいろいろあるから、で こっちに来た時はいいの、これ手があるから、手があるから、こういうふうに押さえてね、そういう形、こっち来たらいつもこっち見てるってこと、そしてこういうふうに入ってるね、そういうことね、いつもだからこっちの手は別にいいの、当たるだけここにいたら当たるだけだけど、こっちの手はやばいの、こっちの手入ってくればやばいの、これやばいだから、だからいつも来た時にこっちの手で来るんだけど、こっちの手見てるってこと、そしてやばいのってこう、そういう形で、で正面打ちあるから正面打ちやばいので正面打ちやってみましょうかな、正面打ちはここの手に立ったら
たの。だからこの手に行かないで、行かないで、お、ね、そういう形ね。ここの手に行かないで、ここの手に行かないで、この手に行かないで下がって、お、そういう形ね。じゃあ一応競ったらやられちゃうって言ったの。ここで競った、こうやって競ってったらやばい、やられちゃうんだよ。だからなるべく競わないの。ここに行かないようにするので、こっち見てろって言ってんだよね。こっちの方がプライオリティが高いわけだから、もらっちゃったら終わりだ。ここを競ってる間にもらっちゃったら終わりなの。だからこうやって触ったらこっちの方を見てんの、こう見てんの。だからそれが大事なの。ここに競ってたらやられちゃうんだよ、ガッてやられちゃうんだよ、ぐさって刺されちゃうんだよ。だからさ、下が、この手の方がやばいんだよ、やばいんだよ。手使えないようにしてんだよ。いや、そういう意識なんだよ。それで線とかね、線とかこう遅くなっちゃったら、遅くなっちゃったら、だから線なの、線、こう線なの、線で線、ほらこっち外れてんだよね、こう外れてんだよね。で準備はしてるけど、でこう出してる。だから出てこないの、この手。これで戻っちゃったら来ちゃうよ、こう戻っちゃったら、戻っちゃったら来ちゃうよ。こうやって入った瞬間に来ちゃうの。だからこの線はこういうふうに出して、こういうふうに出してるから来ないのね。そういう話。でどうしようかな。だから彼が決断してこういうに振りかぶって、振りかぶってきて、こう受けちゃったら終わり、終わり、終わりだけど、こう受けちゃったらやべえなって、こういうふうに来れば大丈夫なのね。5でもね、5でも、この線とか線の線とか言ってるんだけど、線の線はこうやって振りかぶってきた時、こうやって終わってんの、終わってんの。5の線はこういうふうに振りかぶってきてて、あーって来た時にこういうふうに終わってんの。これが5の線で、こうに来た時にこう、知らねえよってそういうふうにやってもいいんだよね。終わって知らねえよってやって、上からこう来てもいいんだよね。こうやって来た時に、こうやって来た時に、こうやって入って、後ろ入って、これでもいいのね。で、いろいろ形があるの、形、合気道の形で、まあいろんなこと習ってると思うんで、そういう形。それで何しろこの、こっちが大事なんだから、おーで大事なんだから、大事なんだから、これを使わせないように、五の線でもいいし線の線でもいいで、まあやってみましょうって話。じゃあやりましょう。正面打ちでね、まあみんなうまいと思います。っていうのは何がまずいかっていうとね、優先順位が違うの。優先順位が競い合いとかそういう方に回っちゃってるから、競わない。合気道っていうのはだから優先順位が分かってるってことね。だからこう優先順位がこう競っちゃったらもらっちゃってんだよ。だから優先順位としてはここは当たらないっていう、こういう当たらない、当たらないよっていうことね。それから遠いとこういうふうに遠いこう触ってるところは遠いでしょ。で自分より遠いとここ全然力入んないの、バーンバーンってこう下がらないよ。でも近く来れば下がるの、こうやって近く、遠いと下がらないの。だからそれから真ん中じゃないとダメなの。真ん中こうやっていくら近くても外れてるとダメなの。真ん中に来るとこういうふうに下がれるから、なんていうの、真ん中で近い、そしてなんで、その優先順位ね、優先順位だけ違うので、優先順位を正しくしてちゃんとやって、あんまり競わない。ここの手に競ってたらやられちゃうんだから、だから競わないで、こういうところそして競わない、ここ競わない、こういうところで足が自由、
そして下、真ん中、近い、離れてない、近い、そして真ん中、真ん中だったらこういうふうになるの、こういうふうに真ん中なの。こう離れてたら起きられちゃうんだよ、起きられちゃうんだよ、起きられちゃうんだよ、起きられちゃうんだよ。でも真ん中だったら、真ん中だったらこういうふうに真ん中、真ん中でこう近ければこういうふうに、こういうふうに真ん中で近いだけだ。優先順位をもう一回考えて、あの競ってる人が多いんだけどね、競ってる人はここで競ってる、これ当たっちゃうから、当たっちゃうからわざわざこうやって振りかぶってる稽古をやってるんだよね。普通だったら振りかぶってるやんか来ないの、ボカッて終わり、これね、こうやって隣の人みたいにボカッてして終わりこうやって振りかぶってよ、まさに出ますよって言うから、ここをこういうふうに優先順位を考えて、この手考えて、こうね、それで遠く離れてない、近い、そしてこういうふうに近い、近い、この重心のから離れてると遠いからね、力出ないんだよ。まあそういう話ね。でまあもうそう。で座りとかね、あのいろいろありますから。で近い、こう離してる、離してたらダメなんだよ。近いんだよ。近いっていうのは自分に近いの、自分に近いってことはこう自分の中心をこういうふうに、こういうふうに自分の中心に、なんていうのかな、こう離れたら、あ、全然平気、平気な顔して、俺は一生懸命やってんの 100%。 おっ、自分に近いの、そういう近いの、自分に近い方が楽なの、近いの、近いの、こう離してないの、こうやって離してないの、もう全然平気まあそういう話ね。で近い、そしてこうで、なるべくまっすぐ、まっすぐ、自分がまっすぐ。じゃあそういう形でやってみましょう。どうぞ。難しいですけどね、一生懸命やるしかないですね。はい、じゃあ終わりましょう